よかったね、でもね。よかった。ほんと。うん。うん。納得いかないって言ってたけど。納得いかないね。勝ちは勝ちだよね。勝ちは勝ちでしょ。まあね。なんかでも、大輝、なんか美和子が帰ってきた。そうっすね。そういう感じで。いや、なんか、うんうん、ちょっと喋ってから帰ろうよ、みたいな。うん。感じで、うん、公園でね。公園で。そう、公園で喋ってて。うん。帰ってきた。なんかあった。公園なんかあったっしょそれ。公園絶対なんかあるよね。公園。公園。ちょっと ありましたね。聞けるものなら。うん。何が？オンエアでさ、ミーコが俺のこと気になるって言ってくれてて、うんうん、でそっから何もなかったのね、ミーコと別に。うん。なんかそのミーコからなんかアクションが来るとかさ。うんうんうん。そしたら公園で、うん、そう好きって言ってくれて。うん。公園で。公園で。おい、おい、まあドキッとはしたけど、うん、告白じゃん。俺もびっくりしたよ。そうじゃん、ね、うん、いいね。それで 俺の中でね、うん、その俺の中の感情は変わってなかったから、うん、好きって言ってくれたんだけど、うん、俺はその気持ちは変わってないなっていうふうに伝えて、うんうんうん、まあなんか揺らぐ揺らがないみたいなさ、まあね、ちょっと若干意味深なさ感じ発言をね、うん、してたけど、したけどやっぱね、うん、なんか聞いてるとさ、うん、ちょっとまあ嬉しかったのもあったわけじゃん、うん、でも結果的にまあその気持ちには応えられないような形になったわけじゃん、うん、そのなんか決定だというかさ、自分の考えとか感じ方があるわけじゃん、うん、きっと、うん、それは何なんだろうっていう、その付き合うってなんかさ、なんか違う気がするなっていう、うん、想像ができないっていうかさ、俺の今のこの感情で付き合ったら多分向こうにも失礼だと思うし、うん、あ、ただ言われて嬉しくて OK って言っちゃう、うん、嬉しいけどさ、その嬉しさを見知ったらさ、まあ、ね、思わせぶりというか、そうそうそう、まあね、失礼じゃん、まあ そ, うね、うん、それをちょっと必死に隠そうとはしてたけど、でもジェントルマンだね、逆にね、うん、ジェントルマンだね。何しとったの。もう、あ、何、あの後ね、もう告白したね。おお。結論から言うと、うん、簡単に言うと、うん、当たって砕けたって感じ。何を言ったの？もうズワッと言おうと思って好きって言って。そしたら？そしたら、まあこの間さ、ご飯食べに行った時にさ、うん、まあちゃんとは言ってないけど振られちゃったじゃん、うん、まああの時にミーコはテラスハウスのミーコだよって言われたじゃん。言われたね。で、まあもう一回それを言われで、わかるって言われて、でまあそれはもう理解してるからさ、わかるって言って、でもやっぱりなんか、うん、前回あの涙してた感じから今は一転してすっきりした。そこら辺はなんか、うん、合同できたっていう。お弁当を作ってみたりはしたけどさ、うんうん、とにかくまあ言わなきゃわかんないしと思ったから、まあ試合終わってすぐにさ、うん、言っちゃったんだけど、どんなアクションを起こすとかよりも多分言いたかったんだと思う、うん、だから言ってすごいスッキリしたし、うん、それだのね、うん、完全に片思いだったけど、うん、でもうん、よかったね、うん、よかった。